朝晩は以前よりも涼しく感じられるようになりましたが、日中はまだまだ暑さが残っています。この季節の変わり目、衣替えに変化が起きています。今週に入り最低気温が25度を下回るなど、朝晩は涼しさを感じるようになった県内。それでも日中は30度前後まで気温が上がるなど、季節外れの暑さが続いています。暑いですね。今は半袖ですね。最高気温が 29.9 度となった今日の松山市、城山公園では日中は半袖の人が多く見られたものの、中には長袖の人も。長袖です。夜寒いんで、それで。いや、持ってない。持ってない。昼ちょっと暑いから、なしで。10月。確かに、10月。七分って感じですね。いつでも脱げるように、はい、下は半袖着てます。長袖ですよね。少し2、3日前から涼しくなったから、まあ、朝起きてみて、その時の気温で決めてますけど。気象台によりますと、この先の四国地方は10月は平年より気温が高いものの、11月、12月は平年並みに気温が下がる見込みで、今年は秋を感じる時間が短くなりそうです。